こんにちは、ゆっくりフリースキーです。今回は、LINE の限定モデル、DC94 と101を紹介するよ。DC94 と101は、2023シーズンのカタログには載っていない、2月に入ってから発表された限定モデルで、日本での流通量は2モデルの全サイズの合計で60本程度と希少なモデル。DC というのは人気のウェブコンテンツ、LINE トラベリングサーカスの頭文字を取った名前になっているよ。特徴的なグラフィックは過去に発売されたトラベリングサーカスモデルを踏襲したデザイン。スペックは2024シーズンにリニューアルされるクロニックの94と101をベースにした最新のテクノロジーを搭載したモデル。基本的にはとにかくオールラウンドに使えるツインティップで、現行のクロニックやフレンドと比べるとノーズテールのフレックスに極端差がなく、全体的にバランスの取れたフレックス。どちらも汎用性の高いセンター幅で、滑りから遊びまで、様々なスタイルに対応する板になっているよ。一方で価格も来期のモデルと同程度になっているので、現行よりは少し高い感じかな。最近のフリースキーでは、カタログ記載のモデルでも、希少なことが多いけど、こういった限定モデル自体発売されることがかなり珍しいので、トラベリングサーカスファンも、そうでない人も気に入ったらぜひ、手に取ってみてね。現時点で通販にもまだ少し在庫がありそうだけど、スペックが気に入った場合は、これを買えなくても、来期のクロニックを狙えば OK だよ。それではまた次回。